高須委員長がリテラを論破。先日リテラがこちらこのような記事を掲載しましたこの画面の下3行分がリテラの記事になるんですが、えー、高須勝也橋本徹熱ト伊代安倍応援団がバカ丸出しのハンスと叩き元山氏ウーマン村本が完全論破と書いてあるんですけども こちら実際には全く論破できておりませんが、これに対して高須委員長が、ハンスト、管理ダイエットじゃんか、医者の日当と点滴代ちゃんと自費で払っただろうな、医療保険を使っちゃいかんよと書かれておりまして、こちらハンストを行っていたのはシールズの残党であり、このシールズの残党は、ハンスト中にもかかわらず、水や塩を取ったり、 また点滴も受けており、常に医者が監視している中でハンストが行われました。また近くの病院に行かず、共産党系の病院でわざわざ診察を受けたのとの情報もございます。こちら明らかに共産党がバックアップをして行われた自傷ハンストだったんですが、医者に助けてもらってまで行われた自傷ハンストはたったの4日で、 終了してししてままいましたこちら、このシールズの残党は、辺野古反対派と呼ばれている犯罪集団を支援しようとしただけであり、この自称ハンスト行為も、市役所の敷地と道路を不法占拠しているとして、警察と市の職員から警告を受け取ります。本当にですね、辺野古反対派は、もうまともな存在ではございませんので、 皆様、こういった辺野古反対派と呼ばれる犯罪集団が、何かやらかしていた場合は、何か犯罪行為を行っていた場合は、直ちに警察に通報していただき、これ以上、沖縄県民が、沖縄が、こういった犯罪集団によって、被害を受けることがないように、皆様、ご協力をお願いいたします。以上になります ご清聴いただきありがとうございました。